今日はフランス語の近い道を教えたいと思います。過去形を使うときにインパルフェを使うよりパセコンポゼの方がネイティブに使われています。だから J'étais au supermarché au lieu より Je suis allé au supermarché の方が自然でネイティブが使ってる話し方なのでみんなそれを教えたいと思います。あとはパセコンポゼのストラクチャーは être とか avoirプラス過去分詞の動詞です。これぐらい簡単です。だからまず、être と avoir の活用を教えて、あとは過去分詞の活用を教えて、で、あとは être とか avoir とかどれを使うか、それを区別する方法を教えたいと思います。それでは早速始めましょう。まず、être の活用なんですけれども、je suis、tu es、il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. D'accord? Je suis allé à la piscine, tu es allé à la piscine. Qu'on a fini dans les masnets. Et avoir nos quatre en escalier de mots. J'ai, tu as, il a, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont.T'es fini, Nanimas. Tatoeba, j'ai mangé du pain, elle a mangé du pain, vous avez voyagé. T'es fini, Nanimas. フランス語の動詞なんですけれども、3つのグループに分かれています。で、その3つのグループによって、各分詞は変わりますね。その3つのグループについて、ビデオをアップしましたので、ぜひぜひ見てみてください。1番目のグループは、ER。と終わってる動詞のグループになります。で、そういう動詞は過去分詞だと、えっていうふうに終わります。だから、j'ai mangé, tu as parlé. 簡単ですね。2番目のグループなんですけれども、いr と終わってる動詞です。で、そういう動詞は過去分詞だと、いっていうふうに終わりますね。例えば、j'ai fini mes devoirs, je suis parti.De la maison. 3番目のグループなんですけれども、不規則動詞を含めています。ということで、er と終わっている動詞、過去分詞は、えとなりますね。あり。er と終わっている動詞ですね。例えば、venir、過去分詞は、うと終わりますね。je suis venu、oir と終わっている動詞も、例えば、recevoir、過去分詞は、うと終わりますね。例えば、j'ai reçu、un courrier, で、DRE, DRE, と終わってる動詞は、過去分詞は、I, っていうふうに終わりますね。例えば、prendre, j'ai pris. だからみんな、その3つのグループを分かっていたら、過去分詞は何となるか分かりやすいだと思います。一番大事な部分が来ました。être とか、avoir とか、どれを使えばいいんですか？それの秘密を教えたいと思います。être は自動詞なんですけれども、にからへでを使ったら絶対 être の動詞になります。例えば、私は駅に行きましただと、je suis être の活用ですね。je suis allé à la gare。あなたは階段から登りましただと、tu es monté par les escaliers. À toi, 友達の家へ戻りました。Je suis retourné chez mon ami. 通りは公園で死にました。L'oiseau est mort dans le parc. わかりました？あとは、をっていう動詞を使うときに、いつも avoir っていう動詞を使います。例えば、私はゴミを出した。は、j'ai et は avoir の活用ですね。J'ai sorti les poubelles. Pour un autre tatoué, front desk ni kagi wo mudoshimashita. J'ai remis les clés à la réception. Ippai tatoué à l'une des clés de mot. À toi, saifu wo otoshimashita. J'ai fait tomber mon portefeuille. Teyufuni nanimasu. Minna renshu shimashou. Tori wa mado kara hairimashita.どんなふうに言えばいいんですか？鳥は oiseau。窓は fenêtre。入るは entrée。コメントの中で教えてください。このビデオでみんながパセコンポゼを使うようになると願っています。それでは、あ、bientôt!